初代ハリファックス伯爵、チャールズ・モンタギューは、グレート・ブリテン王国の貴族、政治家、詩人、イギリスの財政確立に貢献する一方で、文芸にも力を注いだ。1661年、ノーサンプトンシャーのホートンで、イングランド議会の会員議員、ジョージ・モンタギューの息子として生まれた。初代マンチェスター伯爵ヘンリー・モンタギューは、祖父で、 新京と革命で議会派の司令官に就任した第二代マンチェスター、伯爵エドワード・モンタギューは王子、海軍軍人のサンドウィッチ伯爵、エドワード・モンタギューはジュージにあたる。最初は、ウェストミンスタースクールで学習に励み、1677年に小学生に選ばれジョージ・スティップニーと交流を結んだ。1679年に、 ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに進学して1682年に卒業1683年にフェローとしてトリニティカレッジへ戻りアイザック・ニュートンの教えを受けた一方で1685年から死にのめり込むようになり1687年には友人のマシュープライアーと共作で審判メジカと教な中ネズミと町ネズミ物語を発表 当時の警官詩人、ジョン・ドライデンの作品、メジカと表を風刺して、注目を集めた。1689年に、エセックスのマルドンから選出され、会員議員となり、名誉革命後に開かれた議会に参加した。同年に、いとこのマンチェスター博、ロバート・モンタギューの未亡人願家エ,エルバートンと結婚、数密飲食官職を購入して、官僚としての道も歩んだ。 政界では、保育党員として、対等1694年に保育党による内閣が成立するとジャン党の一人として閣僚に加えられ、財務副長官として財政を担当した。就任前の1693年に国際制度を作り、1694年に銀行家ウィリアム・パターソンと共にイングランド銀行を創立。 預金に利息を加えて返却する方法を、トリコ客からの収入で大同盟戦争の軍資金を調達した。1695年にニュートン及びジョン・ロックと、ジャントの一員であるジョン・サマーズと協議して、翌1696年に銀貨の質を戻すべく懐中も行い、イギリス財政確立の役目を果たした。1697年に第1、大倉京も、兼任。 1698年と1699年に、ウィリアム三世から国王不在のイングランドを支える、摂政団の一人に選ばれ、大同盟戦争終結後に、トーリー党が勢力を伸ばすと、財務副長官と第一、大倉卿を辞任して、財務副会計監査官に、天民、1700年に、ハリファックス団社会を除釈され、上院に移った。文化との関わりも、継続。 1695年に王立協会のフェローに選出され、同年から1698年まで王立協会の会長を務めた。1696年4月にはニュートンに王立造平局幹事のポストを与えたり、プライアーをオランダのハーグ駐在大使秘書に抜擢、文芸クラブキットキャットクラブの中心人物となり、ジョゼフ・アディソンやウィリアム・コングレイブラに、 就職の世話をしたり年金を提供するなど文化のパトロンとしての活動を広げた。1701年に議会が開かれると、ウィリアム三世の命令を受け、議会に無断で1698年のスペイン分割条約に協議していたことを断劾されかけたが、裁判が中止になったため難を逃れた。1702年にウィリアム三世の死後即位したアン女王からは、 ホイック党の幹部であることから嫌われ、遠ざけられたが、1706年に、ドイツのハノーファー選定公国を訪問して、聖主ゲオルク・アウグストに、ガーター勲章を授ける役割を務め、スコットランドにも出向き、イングランドとの合同交渉委員の一人に選ばれ、両国の合同条約に調印した。1710年に、トーリー党が政権を取ってからは、同じトーリー党員のノッティンガム博、 ダニエル・フィンチと組んで野党活動を展開。1714年にアンが亡くなりハノーファー選ンテ校、ゲオルクルートビヒがドイツからイギリスへ渡るまで摂政団の一員を務め、ゲオルクルートビヒがイギリス王ジョージ一世に即位、トーリー党が没落してホイック党が与党になると白爵に除せられ、第ー大倉卿に復帰した。翌七百十五年に十四歳で死去。 子供がなかったため、ハリファックス白衣は消滅、残った男爵位は、老いのジョージ・モンタギューが、継承、やがて白衣も、新設の形で受け継いでいった。モンターギュー、チャールズ。A. ケンブリッジ論内データベース、ユニバーシティオブ・ケンブリッジ、大英帝国のパトロンたち P133P135。モンターギュー・チャールズ、ファースト・アール・オブ・ハリファックス。 レコード、ザ・ロイヤル・ソサイティ、2014年8月27日、閲覧。大英帝国のパトロンたち P135P137P141P147 イギリス革命史、P199P203P214P215P230P236 スペイン継承戦争 P17P27P30 P153、P188、P189、P328、P330、P387、P390。ありがとうございます。